高島君ちょっと来て。おし、いけそうだ。はい、入れとってね。はい。先にちょっと栄養補助をします。よし、はい、外していいよ。よし、今度 0.5cc ぐらいあるから。下の色が見えるけど、やっぱり貧血してるから、食べてないから貧血して。ごめんね。いけるかな。美味しいよね。おー、すごい、いけた。なんとか。これが栄養補助になります。点滴は栄養補助になります。もういいよ。抗生素者。はい、抗生素者もう一回。はい。はい、ごめんなさい、ちょっと点滴します。よっ、はい。まあ、点滴、乳酸リンゲルに、総合ビタミン剤と、心臓の機能、肝臓の機能、だからあと気管支をちょっと広げると、そんな成分の薬が入ってます。今18ですね。この間が最低限。はい、顔だけ持っててくれればいいよ。ここはいらない。はい、俺も。はい、今度抗生剤。もうちょっと上にして。そうそうそう、そう。次はちょっと胃腸を動かすとすると痛み止めもね、はい、すいません、いっぱいで消炎鎮痛剤、よし、引け止め、楽しみせいさ、はい、私頭離していい、はい、私抗生症者で1分、はい、だから止めなきゃダメだ、はい、先に止まってる状態なんてできないです。うん、そのままにしてください。それでケースがいいな。もうちょっと軽く取って、この薬なんですけど、薬の中身はちょっとこれから説明します。はい、飲ませ方も説明します。いろんな薬が入ってます。はい、これを水で溶かして飲ませると。はい、これが 1cc なんですけど、はい、
点三で飛ばしてますから。まあ、とりあえず1水ですね。はい、ほんでジャスト1やありますね。で、とりあえず 0.3 だけ入れてみますね。していただいて、はい、だけすると今これで9割方決めました。で、まあ、もしやってもらえるならもうちょっともうここで 0.1 残りのやつを、まあこれはもうやらなくてもいいですけど、まあ、やれるんだったらやってもいいです、はい、ほとんどこっちに入ってますので、はい、本日の残ってるやつを、それでですね、こちら感じたところがいいですか、私の右手の方に。ここに塗る少し、ね、いいよ目薬が控えしようと目に入ってます。蓋を、はい、根気よくさ、こっからちょっとずつくちばしの間に流し込むという、はい、ああ、そうすると浸透圧の関係で口を開けてなくてもスーッと入ってくるじゃないですか、はいはいはい、でもしこうやって口が開いてくれたら、はい、このままちょっとずつ流し込んでもいいんだけど、多分開かないですよね。開かないですよね。だからそうするとこうやってちょっとずつちょっとずつ塗っていくしかない。カメは味とかしてるんですか、これは。うん、多少はしてると思いますよ。だからちょっとだけこれ甘くしたりますね、ブドウ糖入れて。開けてくれるといいんですよね。開けてくれると、まあそこからちょっとずつ、うん、で、これ細い小さきだから、はい、エキスって入れても、はい、まあそう一気には入らないんでね、はい、これをね、1日2回やってます。2回ですか。大変なんだけど、あ、うんつけた。あ、ちょっと待って、これ、はい、FT かけて。はい、だからティッシュで持ってって。あ、ティッシュで、はい、はい、ちょっと検便しますね。はい、はい、名前カメちゃん。カメちゃんです。ヘルマンリフガーのカメちゃんだよ。ここでつけてもらったんですよ。名前からカメちゃんと言ってたんですよ。あ、そうなんですか。はい、でまあなんとか、はい、無理やり伸ばして。ああ、やっぱお腹に入るとうんちとか出るもんなんですかね。うん、水分とか。そうね、多少今もうすぐこれ多分溜まってたやつじゃないかな。ああ、そうですか。はい、すいません、高島君気を抜かけて。さあ、そんちょっと薬の内容説明しますね。ヘルマンリーグガムの亀ちゃん吸入、飲んでるか分かっててもらった方がですね、はい、飲ませなあかんなというか、はい、いただけるかなと思う。いつも皆さんに説明する YouTube で、先生の YouTube でロシアリフガメかなんかに飲ませるやつが撮ったって、あれと一緒のやつですか。じゃあ、この、あ、白で、これとか。